皆さんは未来に起きることをあらかじめ知りたいと思いますか？現在、今後の未来のことを投稿し話題になっているタイムトラベラーがいます。それは突如2019年12月15日ツイッターに東京五輪の日本の金メダルの獲得数をつぶやくアカウントが登場しました。結果は皆さんもご存知の通り、見事つぶやいた通りに日本が金メダル27個を獲得する結果となりました。今回は現在話題となっているフォロワーが40万を超える国分霊をご紹介します。国分霊とはツイッターのプロフィールには2058年から来たとあります。2034年生まれ、28歳、東京の某国立大学工学部の大学院生、建築学を専攻しているそうです。現代への滞在期間は2019年12月8日から2020年9月29日。ツイッターの投稿理由は2019年に来た痕跡を残すためだということです。しかし2020年9月29日に未来に戻ることができなかったようです。その1年後、ツイートがまた再開されました。次に戻る予定日は2021年9月28日だそうです。そんな彼がどうやって未来から現代にやってきたのか。友人の力を借りて時空間移転装置を使い2058年から来たそうです。そんな彼が未来に何が起きるのかを投稿しています。彼が今まで言い当てた投稿は、東京五輪の日本の金メダル獲得数、2020年、プロ野球セリーグの優勝チーム、2020年、 J リーグの優勝チーム、2020年3月日経平均株価の暴落、安倍総理の辞任、後任の菅総理、東京五輪の開催時期、そういったものを具体的に的中させています。そもそも彼はなぜ未来から現代に来たのか。2058年に作ったタイムマシンの開発資金の返済のためで現代の仮想通貨を購入し、2058年に戻り価値が上がった仮想通貨を売り、それを開発資金の返済にするといったことだそうです。2021年8月9日から現代についての質問に答えています。令和の次の元号バイン、今後日本における地震などの自然災害については、富士山の噴火や南海トラフ地震は起きないで、2024年1月、令和6年十勝沖地震、2037年1月、令和19年沖縄地震の都市直下型地震が起きると言ったり、十勝沖地震の詳細は発生日令和6年1月10日水曜日、震源地十勝沖、深さ 35km、 最大震度7、帯広、釧路、広尾町などマグニチュード 8.2、 津波観測あり、高さ3メートルから5メートルということだそうです。空飛ぶ車の実用化については、部分的に実用化されていること、宇宙人や地球外生命体については、地球以外の惑星で発見されるそうです。さらに衝撃的な未来についても投稿しています。未来の iPhone については、厚さ2ミリのカードサイズになっている。さらに新たな国の出現で、カタルーニャ、スコットランド、台湾の誕生、2058年の日本の首相は中曽根さんということ、2058年の消費税については、消費税は 18% で、生活必需品に対しては 15% だそうです。未来のコンビニ業界については、店舗の顔ぶれは現在とあまり変わらないが、都市部を除いた店舗ではほぼ無人化されているそうです。さらにスマホからの注文で家に届けてもらうシステムなどもあるそうです。2058年の中国について、私たちの時代では現在の中国政府と区別するために各国と呼ばれているそうです。2030年代後半に中国国内で騒乱が起き、長らく多重政府状態になるそうです。未来の食品について、アサリやホタテ、カキなどは食べられなくなるそうです。2058年では無毒の貝を入手することが難しく、超高級食材になっているそうです。地球温暖化については、作物を育てられる環境が変化して、お米を育てられる地域が西日本に限られていくそうです。今後起きる社会問題については、ネットニュースでしか記録されなかった記事のリンク切れによって、紙媒体で記録されていない2020年代の出来事の記録が喪失してしまう現象が社会問題となるそうです。これは人類の記憶喪失と呼ばれるような社会問題になるそうです。コロナの収束が2024年9月になるということ、現在のコロナ禍の状況を見てもいつ収束するか見当もつかないですが、2024年まで続くということだそうです。このように多くの未来についてツイートする国分霊ですが、ネット上ではいろんな考察がされています。ツイート削除説、ツイッターの仕組みをうまく使えば未来を予測しているように見せることが可能で、ツイッターアカウントを鍵垢にして多くの予言ツイートをする。東京五輪の開催日は2020年1月1日、2020年1月2日というふうに、どん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 ツイートを増やしていく。
それで実際に開催日が確定した時に的中した以外のツイートを削除する。そうすると見事的中したように見えるというトリックだそうです。実際に国分例はツイートを600以上削除しています。これがツイート削除説になります。本物説。いくらツイートを削除したとしても本当に当てていたかもしれないし、これから起きることに関して実際ツイートしているので、その結果を照らし合わせないとわからないということです。現在は予言投稿を外していないので、今後も楽しみながら見ていくのもいいのかなというふうに思います。今後の未来についてのツイートも今回紹介した以外に多く投稿されているので、気になる方は自分で確認したり質問してみてください。概要欄に貼っておきます。皆さんは今回紹介した国分例についてどう思いますか？コメントをよろしくお願いします。このチャンネルでは今後も都市伝説の話などを発信していきますので、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。